こんにちは、スバジマです。今回もちょっとまたまた、フィットビットラックスです。今回はこの PDA 工房の、保護フィルムを貼り付けてみたいと思います。じゃあそれでは始めます。じゃあちょっとフィルムを貼り付ける前に、購入してから、行った設定っていうのを紹介してみます。一つがアラームの設定ですね。今やってるのは、朝の6時半に起きるようにアラームを設定してるのと、リピートの設定はこの平日のみですね。これだけにしてます。で、あとスマートアラームをオンにしてると。6時半の起床なんで、6時から6時半の間になるように設定してます。もう一つやってるのが、この設定の通知モードのお休みモードですね。で、これをスケジュールの設定にしていて、で、このスケジュールの設定を、23時から6時までは設定してます。そうすると、まあ、寝ている間に、バンドつけててもディスプレイとかはつかない設定になってます。私が購入してから行った設定はこの2つですね。アラームの設定とお休みモードの設定ですね。それではこのちょっとフィルム、まず開けてみましょうか。今のところ特に開けてもいないんですけど、買ったのは PDA 工房さんのフィルムを買いました。光沢タイプのものを買ってます。で、これ開けると、入っているフィルムはこれだけのものですね。と、曲面に対応している光沢タイプっていう風にはなってるんですけどね、ちょっと貼り付けるのは難しいかもしれないですね。じゃあまずはこれちょっと1日以上使ってたんで、ここの油脂を取りたいと思います。なんかの保護フィルムについてたやつですね。ちょっとこれを利用します。そう、 PDA 工房さんのフィルムはいいんですけどね、こういうのつけてくれるといいんだけどな。じゃあまずはちょっとこのウェットシートでディスプレイ面を拭いてみますね。ちょっとついでにサイドも拭いてみます。でもドライで拭いてもいいんだけど、多分今も夏場ですぐ乾いちゃうんで、とりあえずちょっとブロワーでホコリだけ落として、多分これでもうちょっと塵一つないと思うので、じゃあ貼り付けてみますね。まずはちょっと一部分剥がして、位置合わせしながら貼り付けていきたいと思います。ちょっとフィルムがね、多分曲面に対応したもんなんで、これめちゃめちゃ薄いですね。剥がすの大変。ちょっと全然剥がれる気配がない。ちょっと失敗する予感がしてきた。ちょっとあまりにも剥がれないんで、ちょっと台紙を曲げてみようか。ちょっと、剥がれ。なんだ、一体どうなってんだ。ちょっとうまく貼れないですね。ああ、ちょっと貼るは貼るんですけど、ちょっともう間にカッターナイフ入れてめくったんで汚いですね。そもそもフィルム自体はちょっと汚れてます。これでちょっと位置合わせが大体いけてるな。はい、まあ位置合わせは多分うまくいったと思いますね。ちょっとうまく映ってるかどうかわかんないですけど、ここはちょっとカッターナイフ入れたんでちょっと汚れてます。貼り付けられたと思います。これで、きっちり、まあ、曲面には対応してますね。まあ、保護性能とかちょっと分かんないけど、うまく貼れれば本当は貼ってるかどうかなんて分かんない感じになるかもしれないですね。ただね、貼るのはこれ非常にむずいです。検討している人はどうだろうな、ちょっと別のものがいいかもしれないですね。どうしてもやっぱ PDA 工房さんのファンでっていう方は、ある程度テクニックは必要になってくるかと思います。使い心地はね、貼ってる前と貼ってる後でそんな変わらないですね。逆にまあつけてる方がツルツルしていいかもしれないです。貼った感じもね、そんな目立たないですしね。ちょっとここは汚れてますけど、はい、ちょっと今回はこの、PDF 工房さんの液晶保護フィルム紹介しました。なかなかね、貼るのはむずいです。覚悟してください、買う人は。